コーラルパブリックドメインライブラリーはパブリックドメインもしくは自由利用できる印刷物や演奏からの合唱や声楽曲を主にした楽譜のアーカイブである。cpdl.org は1998年にラファエル・オルネスによって立ち上げられた。2005年にウィキフォーマットに移植され現在は クラルウィッキーか w w w 1 c p d l o r g スラッシュウィキスラッシュにアクセスできる。2008年7月にオルネスはサイト管理から身を引き運営責任を集団管理者に移行させた。移行委員会はその後カリフォルニア就任定の非営利団体である c p d l に組み入れられ現在は c p d l によって運営されている。 創立20周年を迎えた2018年12月28日、現在 CPDL には3194人の作曲家による31,149作品の楽譜がアーカイブされ、1,300人以上の編集、飛稿者によって作成、編集されている。また、宗教音楽の楽譜が全体のおよそ7割を占める。アーカイブされている楽譜のほとんどは、 オープンソースライセンス下で配布されている。掲載されている楽曲については、楽譜は PDF、音声ファイルは MIDI が多数を占めるが、楽曲によっては数種類のファイルフォーマットでダウンロードできるものもある。楽譜では PDF のほか PSTIFF に、音声ファイルは MIDI のほか MP3 フォーマットに対応している。またフィナーレ、シベリウス、 ノートワーズ・コンポーザー、アンコール、オープンソースの GNU ・リリバンドといった楽譜ソフトウェアのファイルフォーマットにも対応しているものもある。楽譜のアーカイブに加えて、ウィキフォーマットは以下の機能にも対応している。CPDL は、ケント州立大学、北入りノイ大学、オレゴン大学、ウェスタン・オンタリオ大学、ミシガン大学のインターネット公共図書館。 ニューヨーク州立大学オールバニ校の部門や、学部のウェブサイト、UCLA 音楽図書館、ボストン大学、スタンフォード大学の大学図書館、ウィスコンシンをシっこし大学におけるシラバス教員からのリソースを受けていることを示唆している。アメリカンコーラルディレクターズアソシエーションのアイオワ州支部、マサチューセッツ州支部が推薦しており、 イギリスの教育団体であるインツテのリソースデータベースも提供されている。ありがとうございます。